の青子の嵐青君よ、矢作の流れ正君よ、伊沢を流しこの力、岡崎これ山崎こう、いざや行け行け青い武将隊、いざ出陣日じゃないじゃの肌印、254年の長
地に渡り天下太平をもたらした三河我らが家康家康さん江戸家康公青い武将隊改めまして、わしはグレート家康公、青い武将隊でございます。
あ、どうぞよろしくお願いいたします。毎週土曜日曜と、ここの広場で11時と2時から毎週行っておりまするのでよろしくお願いいたします。さて、八郎の昨日は花火大会すごかったでございますが、本当に、ちなみに昨日もちろん花火大会見たよっていう方、はい、皆さん、どうで素晴らしかったでございましょう。わしらのゴールド AY っていう花火も上がりましたでな、やはりとても見事な三河の花火でございますな。しかし祭りが、花火大会が終わってもまだこれからが夏祭りの季節でございまして、わしらもこれからどんどん岡崎市内、市外も各地のお祭りに参加していきますのでよろしくお願いいたします。本日もですね、この後12時より、隣の、市民図書館リブラでございますな。あそこでただいま子供ワークショップという、段ボール迷路であったり水鉄砲とか昔というかな、昔でもないか、とても子供の楽しい遊びがたくさんございますので、そちらの方でも演舞ございますので、皆様お時間ございましたらぜひお立ち寄りくださいませ。そしてその後夕方にもわしらは、伊田の方で、伊田の夏祭りがございまして、伊田八幡宮というところでお祭り開催されますので、そちらの方もぜひ皆様お時間ございましたらお立ち寄りくださいませ。さて、そんなわけで、次のわしらの踊るやつに行きたいと思いますが、みんな体力大丈夫か、大丈夫か、よいしょ。それでは、次のよろしくお願いいたします。お待たせしました。それでは早速参りましょう。ゴーヤッホーレディースゴー。
来てか。はい、よっしゃから元気か、大丈夫よし大丈夫で、ここからはわしらだけでなく、皆さんとも一緒に踊ろうというコーナーでございます。カニ踊りのお時間よいしょ。カンニ踊りとは、家康公の行くであるカンニという言葉をもとに、わしらだけでなく皆さんとも、盆踊りのような感覚でぜひ一緒に踊ろうというコーナーとなっておりまする。ではでは、わしらと一緒に踊りたいという方は前の方へ、熱くて、死んでもいいという方は全然